おはようございます。ゆきちゃんでございます。今日も晴れてますが、ちょっとまあ朝はいわゆる羊雲っていうのかな、まあもわもわっとした雲が出てて、なかなかでも朝気持ちよかったです。で、実は今日はですね、朝5時に起きて、久々釣りに行こうと決めました。まあ釣りって言ってもですね、まあ私が行きたかった釣りはザリガニ釣りです。ザリガニ。で、これをですね、まあ、前からよく言ってるんですけど、二子玉川のちょっと先の方に岡本って場所があって、で、ちょうど岡本民家園っていうのがあって、まあ、非常にいい場所なんですね。で、そこに池がありましてね。で、そこにですね、よし、今日はもうちょっとザリガニ5、6匹、ちょっとマッカチって、まあ、子供の頃はマッカチっていうのが、アメリカザリガニの大きいのこう、マッカチって言ってたんですよ。絶対取ってやろうと。最高なのはそのお腹見ると、そこに卵がついてるともう最高みたいなのあるんだけど。まあそんなことをイメージしながら実は5時に起きて出かけました。で、通常はですね、朝紐にですね、イカをこうぐるぐる巻きにして、でイカでこうおびき寄せてザバッとこう取るっていうのがスタイルなんですけど、まあイカがね、逆にね、なかったんですよね。で、しょうがないなと思って、出汁に使うちょっと大きめのエビがあったんで、エビをぐる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 巻いて、それを餌代わりにして、出かけました。まあもちろんマスクしてですね、やっぱり、まあ3密ではないけれど、ちょっとマスクしていった。で、やっと着いたなぁと、まあいうことで、その池のところにダバダバっと降りていって、その餌をボンと巻いたんですけど、餌が軽くてね、下に沈んでいかない。これでちょっとまた石でこの重しかなんかつけて、やっとの思いで沈んで、さあこれで、ザリガニが来るかなと思いながら待ってたら、ちょうどお母さんと、小さい何歳ぐらいかな、3歳か4歳ぐらいのお子さんがお散歩しに来てて、まあ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 これ何やってんのなんて言いながら、おじちゃんこれ何してんのなんて聞かれちゃって、ザリガニだよと。なあに、ザリガニってキリーンとか、キリンがなんで出てくるのかよくわかんないけど、キリーンなんて言われちゃってね。違うんだよ、ザリガニさんってね、こういうエビさんでこうこうこうなんだよ、なんて話して、おじちゃんすごいね、なんて言いながら、まあちょうどまあ、マスクをちょっと私が取ったら、まあその子が私の顔見て、あ、おじちゃんじゃなくておじいちゃんだ。ガーンと来ちゃいましたね。おじいちゃんって言われちゃうのかよみたいな感じでですね、ちょっと一人で笑いながら、もうおじいちゃんじゃなくておじいちゃんだよ、おじいちゃんだよ、なんて、まあ冗談言いながら、2時間近くかな、いたんですけど、結局収穫はゼロでした。まあもう一回出直してですね、ちょっと今度はイカを買って、気合を入れてちょっと取ろうと。まあ釣りは釣りでもザリガニ釣りという、まあこういう朝でございました。はい。まあ、今日は午後から、まあ、いよいよ、梅雨の入りといいますか、本格的に雨が降るそうで、まあ、来週、まあ、今週週末ぐらいからは、結構天気が荒れると。まあ、天気が荒れて、まあ、雨は雨なりにまた良さがありますからね。まあ、レンコート着れるじゃん。ちょっとまた決めて、レンコート着よう、みたいな気分にもなるし、まあ、あんまりその、雨だ、晴れだ、暑いだ、寒いだっていうことを、まあ、ネガティブに考えると、いくらでもあれなんで、まあ私は夏でもですね、暑いよねって言わない。今日はちょっと暖かいねっていうふうに、ちょっとよく冗談を言います。はい。さて、コメントをいただいておりますんで、お答えいたします。パレオ男子さん。パレオ男子さんってなんでパレオさんなのか、ちょっと説明が欲しいんだけど。いつもためになるお話ありがとうございます。20代後半で一人暮らしをしておりますが、収納の関係で多くの服を、揃えられません。そこで、クラシックファッションを楽しみつつ、数を抑えて服や靴を揃えていくときに、先生なら具体的にどのようなアイテムを揃えていくか教えていただけないでしょうか。いいね。まあクラシックファッションじゃないからね、クラシックスタイル。ファッションっていうのは流行りだから、いずれ、流行んなくなっちゃう。そうじゃなくて、僕がやってる、まあ、こういうふうな、まあ、こういうラペルのシングルのジャケットなんかも、1920年代、
から30年代ぐらいの普通のジャケットなんですね。まあ今はあまりこういうものがないんで、まあいわゆる刻み襟という、こういう普通のノッチ襟のものが多いんだけど、まあ、2、30年代はこういうジャケットがあったのも、ファッションじゃなくてずっと受け継がれてます。ですから、クラシックスタイルを楽しんでいただくには、じゃあ、パレオさん、どういうものがいいかなというんで、一応ちょっと考えてみました。まずね、メモしといてくださいよ、メモ。まずね、1着目もクローゼットがあまり大きくないということを前提にして、さあ、どうするかなっていうと、1番目はね、まずスーツ。まあ、もちろんクラシックなスーツですよ。で、まあ、いわゆるスーツのトラウザースは、いわゆるブレイシス、サスペンダーをするベルトレスのスタイルのクラシックなグレイスーツ。まあ、グレーが、まあ、できればミディアムか、ミディアムよりちょっと、やや暗いぐらいの、まあ、チャコールグレーは絶対ありえないですけど、ミディアムか、ミディアムダークとやるちょこっとぐらいのグレーのスーツ。まあ、これは冬のものでも結構ですし、まあ、まあ、今からだとちょっと、まあ、夏のスーツを着るには、やや味わうのには、ちょっと短いかなと思うんで、まあ、できれば秋あたりから着れるようなグレーのスーツが1着。2番目は、やっぱりクラシックのシャツですよね。で、このクラシックシャツは、まあ、昨日か一昨日も申し上げたけど、まあ、この辺のクラシックなレギュラーカラーの襟。まあ、今世の中ほとんどもうワイドスプレッドしかないですよね。レギュラーっていうと逆に言うと、いかにもサラリーマンおじさんのカチカチのシャツしかないんだけど、普通に、まあ、着れるクラシックな、こういうレギュラーカラーのシャツが1枚。もちろん白でもいいですし、ブルーでも結構です。3番目はタイ。まあ、ネクタイに関しては、まあ、普通の、まあ、お店で買ってもいいんですよ。いいんだけど、高円寺でも行ってください。まあ、高円寺あたり行くとたまに、まあ、見つけられるものありますし、まあ、まあ、それ以外、まあ、原宿とか渋谷にも、デビッドクロージングさんだとか、まあ、いろんなお店あります。ですから、そういうところでですね、まあ、あまりお高くない、ヴィンテージのネクタイ。まあ、間違ってもそれが、30年代とか20年代のプリントの大柄みたいなのしちゃダメよ。まあ、基本的には、まあ、どっちかというと、レジメンタルストライプのようなものの、ヴィンテージなものを、していただければなと思います。まあ、あと、靴ですね。靴についても、まあ、いい靴は高いです。ですから、パレオさんにはまだ早いと思うんだけど、でも、まあ、そこそこの、グッドイヤーウェルトで作られてる靴を求められるんであれば、有楽町のストレッシープさんにも何足かあると思うんだけど、あとは高円寺ですよね。高円寺あたり見て、まあ、よくよく、まあ、だいたい3万から4万円ぐらいで、まあまあの靴が買えると思います。まあ、あまりブランドで買うんじゃなくてね、ご自分の足に合ったクラシックな、ものをちょっと選びいただいたらいいかなと思います。で、次のアイテムで揃えていただきたいのは、なんつったってコートです。やっぱり男といえばコート。まあ、もちろん女性もそうなんですけど、まあ、コートをやっぱガバッとこうビシッと着ると。まあ、トレンチコートでも、まあ、バルマカーンと言われる、いわゆるそのコートでもどっちでもいいです。まあ、できればトレンチコートの方が、まあ、いわゆるご自分の中でのクラシックを着てる気分にはなります。ただ、まあ、面白くないのは最近1枚袖だ、2枚袖だって、なんで1枚袖がいいか僕に今度ね、よく、まあ、ヴィンテージ屋さんがよく言ってるんだけどね、なんで1枚袖がいいのと。説明してもらおうじゃないかっていうふうに思うんだけどね。まあ、そのうちになんか10枚袖とかって、もう10枚履きのある袖作っちゃおうかななんて思いますけど。まあ、1枚袖でも2枚袖でも結構です。それが大きい問題じゃ全然ない。問題は全体のスタイルの中で、やっぱりこのおっしゃられるように、クラシックなスタイルをかっこよく着るには、まあ、ここ襟はもう、ピリピリピリッとして味が出てきて、まあ、この辺の袖口も擦り切れても全然構わないと思う。で、そういうことを逆に言うと、これも、まあ、大方、高円寺あたり行けば、結構、まあ、うちがお世話になってるアネモネさんだとか、ちょっと、町田の方に、伸ばして、ジョリーさん、ジョリーグッドさんだとか、まあ、そういったところもあります。
ですから、まあ、これもですね、ご自分のサイズに合うものをピチッと。まあ、特にラグランスリーブの場合だと、結構まあ、サイズ感がありますけど、あとは袖がこう、やたらとこんな長くなりすぎちゃうのもまずいんで、そこそこの長さで、コートをきちっと選んでいただく。あとは、ホーズですね。いわゆる、まあ、ロングホーズ。ロングホーズ、ホーズを、何色か、まあ、グレーのスーツであったら、まあ、茶色であるとか、ネイビーであるとか、まあ、もちろんグレーはそうですけど、まあ、何色か、ロングホーズを、揃えてください。で、あとはこちらにあります、いわゆるブレイシスですね。ブレイシスも、これもまあ、今日はまあ、これはネイビーですけど、まあ、グレーもありますし、まあ、あとブラウンもあります。まあ黒っていうのはありますけど、黒は結構ドレスだったり、白のブレイシスもありますけど、これも結構ドレスなんでね。まああまり白とか黒ではなくて、まあグレーとかネイビーとかブラウンで合わせていただく。あとまあ最後にヴィンテージのバッグってことになると、あんまりどこにあるかよく知りませんけど、まあ高円寺あたりですとね、いくつか結構まあやはり60年代70年代ぐらいのヴィンテージのバッグで結構お安く売ってるとこあるんで、まあそんなところで揃えていただけると、まあちょうどパレオさんのまあ、いわゆるクラシックスタイルというものがだんだん出来上がってくるかなと思います。はい。まああとはもうやっぱり私が申し上げたように、あの色の合わせですよね。色の合わせ、ブルーに対して同じ系統のもので、で、この中に入ってる、このオレンジっぽい色と、まあ、ボタンの色と少し合わせていこう。ポケットティーフの色を、まあ、この辺の色と合わせていこう。なんていうふうに、ご自分が身にまとうものを、だいたい2色という色の範囲の中で、色を取りまとめていただくようなことをすれば、まず外しはないと思います。まあ、それをよろしくお願いします。ご質問にお答えできましたでしょうかね。まあ、こんなことです。はい。それでは、クイズクイズでございます。クイズクイズは、昨日のクイズ。これがね、すごいんですよ。これがね、こちらの、昨日まあ申し上げたのはこちらのお花でしたよね。これをね、当てた方がいるんですよ。王子縛りという。王子縛り、まあ、これはあの畑にも結構 ありますよね。よく見ると。でもまあこういうことをね、観察なさって、意識されることがいいなというふうに思います。はい。今日のクイズクイズでございます。さあ、こちらです。こちらは何の実でしょう。何の実でしょう。これがぼちぼち季節になる頃です。こちらのお答えは今日は金曜日だから来週の月曜日になっちゃうのかな。月曜日にお答えいただきたいと思います。まあ今日私はですね、今日はまあ一人でまあ、いるんで、まあのんびりしていこうと思って映画の日というふうに決めてます。で、今日見ようと思ってるのは一つは、こちら。これはまあ日本大はハイトダイヤモンドという映画です。まあアンジェ・ワイダっていう監督さんの代表的な作品なんですけど、この、こちらを見るのと、あとは、これですね。これがかっこいいんですよ、この映画。核も長き不在っていう映画で。まあこれもぜひ。で、ほのぼのしてすごくいい映画はこちらですね。応答の味という映画、応答の味。まあこれあたり。まあこれ以外にですね、今日ちょっと見れれば、まあこの辺はまあ結構まとめていろいろ見ちゃおうかななんて思ってるんだけど、あんまり目、まああとこれもいい映画ですよね。緑の光線という映画。これもぜひ。女性の方は特に緑の光線おすすめです。まあぜひご覧いただければなぁなんて思いながら、今日は、映画三昧で一日を終わらせようと思っています。はい。それではまた良い週末を。チャオチャオ。